日向坂46加藤志穂、ナチュラルなおうちショットに彼女感半端ないおうちかとし最強の声。1月12日、日向坂46加藤志穂がインスタグラムを更新した。加藤は自身のインスタグラムアカウントにておうちかとしと切り出すと、最近ハマってる伊達メガネと家ではスプラトゥーンとテトリスを交互にやるのにハマってます。ホラーゲームやってみたいです。などと綴り、黒縁メガネをかけたナチュラルな雰囲気の写真を4枚公開。バル、この投稿に、ネット上では、可愛すぎでしょ、愛おしい、彼女感半端ない、おうちかとし最強、ガチで好き、伊達メガネ似合ってる、といった反響が寄せられていた。日向坂46のメンバーとして活躍中の加藤。現在は、文化放送のラジオ番組、レコメン、火曜のレギュラーパーソナリティを務めるほかファッション誌、キャンキャンの専属モデルも務めるなど、マルチな活躍を見せている。